まずはじめに、会津番手町町加古さん、よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。私は福島県の会津坂下町から支援に駆けつけました。甲状腺がん支援グループのアジサイの会の代表、共同代表しております千葉千佳子と申します。今原発事故から13年が経ちまして、多くの事案が皆あったことがなかったかのような裁判の判決がもろもろ出されております。私は9日10日と双葉郡の大熊町の帰還困難区域に入ってきました。それは友達の M さんの家が帰還困難区域で、今も自宅に戻れないでいる状況のところです。青森からの視察団がおいでになってご案内をしました。当時の M さんの家の様子が、どこに家があったのかわからないほど荒廃したところに立ってありました。本当に切なくなりました。本当にこれで大熊町、そしてどんどんと帰還が促されておりますが、本当に帰ってこれるのだろうか、本当に返すのだろうか、返されてしまうのだろうかと、本当に胸が詰まされました。 M さんは80近い男性です。うちの周りに入りました。長いうちまでのアプローチの中に、雑草の中にバラの花が、ピンクのバラの花が数本咲いておりました。事故前は丁寧に植栽されていたのではないかという面影がひしひしと伝わってきました。何よりも私が現状として受けたのは、丁寧に事故前は整備されてていたであろう庭の一角に大きな鉄の檻が設置されておりました。イノシシの捕獲網でした。こういうのがあるところで、今大熊も終身、そして双葉郡もどんどんと帰還政策がなされて解除されております。帰還の困難区域が解除されております。忘れてはならない現状を私はこの9日10日繰り返りながら歩いてきました。甲状腺がんも子どもたちが、すでに374名の患者さんが公式に発表されております。今立ち上がったこの子どもたち、原告になって頑張っている子どもたちの姿を見たとき、あったことがなかったことにされようとしている、そういう現実に私は心が詰まります。どうか皆さん、今日で第10回目の公判となりました。いよいよ本人尋問に入るということであります。子どもたちを支えてください。民意を作ってください。多くの皆さんの声を集めてください。そう切に願いをしながら、私の応援の挨拶にしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんありがとうございました。それでは、弁護士の斉藤弁護士に、マイクをお願いします。皆さんこんにちは。本日は大変暑い中、皆さんもちょっと表情に暑さが出ている方だと思うんですけれども、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。裁判もですね、かなり第10回まで来まして進んでまいりまして、かなり多くの主張をこちらでも出しています。本日はこちらからは準備書面を5つですね、説明をするということで、大変熱のこもった法廷になるのではないかなというふうに思っております。
で本日の裁判に関して弁護団から少しコメントさせていただきたいと思います。まずは、弁護団長の井戸弁護士から少しお話をいただけたらと思います。お願いします。こんにちは、弁護団長の井戸です。今日もたくさんお集まりいただきましてありがとうございました。今話がありましたね、ちょっと千葉さん、そろそろ本人尋問とおっしゃったけど、それはもうちょっと先です、ね。もう主張が最後の山場に差し掛かっているというところです。で、今回と次回の2回で、こちらの基本的な主張は出し尽くすようにという前回、裁判所からの指示がありましたので、出し尽くすということで、準備してます。で、今回は5本ですね。で、実は次回はおそらく10本ぐらい。準備書面を出すということで、準備してますので、ご期待いただきたいと思います。で、今回のですね、一つぜひ注目いただきたいのは、5本の準備書面の1本が、原告2社の、具体的な症状の経過、どれだけ、大変な状況なのかということを具体的に説明したもので、こんなものが潜在眼であるはずがないじゃないかということを内容とするものです。で、準備書面の用紙の説明というのは代理人がしてもいいし、別に本人がしてもいいんです。法廷で喋ることを弁論すると言いますけど、弁論するのは弁護士がしてもいいし本人がしてもいいわけです。で、今回この、原告2さんの準備書面は原告2さん本人に、用紙説明をさせます、させてくれというふうに裁判所に事前に申し入れたらですね、裁判所がダメだって言ってきたんですね。で、これは全然その法的根拠がありません。裁判所が原告本人の弁論権を制限できる理屈はないはずです。で、今日口頭弁論の前に進行協議があって、そこでなぜダメなのかと、本人にさせろということを改めて要求するつもりです。で、それで裁判所が受け入れたらいいんですけど、もし受け入れなかったら口頭弁論の冒頭にももう一度その裁判所に対して意見表明をする予定をしてますので、ぜひ注目いただいてですね、応援の魂のパワーを、いただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では今回いくつか署名を出している中で署名の作成に関わった弁護士には何名かお話しいただこうと思います。では田辺先生、お願いできますでしょうか。皆さん、今日も暑い中たくさん熱気あふれる応援に駆けつけていただいてありがとうございます。皆さんこの熱気ってすごく大事なんで、裁判所がやっぱりこう安易な判断に流れないように、これは本当にきちんと取り組まなきゃっていうふうに思えるかどうかっていうのは、皆さん の熱い注目が本当に一番大きなパワーになると思ってますので、よろしくお願いいたします。で、それで今日私が提出した書面といいますか、津田先生に岡山大学の疫学者である津田先生に教えていただいた書面について簡単に説明します。アンスケアの報告書って皆さんご存知ですよね。国連という名前が関してある科学院学と称しています。一言で言うと、それがとても科学的とは言えない代物であるということを今回、徹底的に説明をしました。そもそも判断の枠組み、なんかそれらしいことが書いてあるわけですよ。被爆線量はこのぐらいと推定されて、それだとこのぐらいしか出ないだろうというほとんどわからないだろうと。そうなると出たデータ、要するに甲状腺検査でもう今370人ぐらいの子どもたちのがんが見つかってるわけですけども、これは他の原因に認められるべきだって、こういう流れなんですよね。一見もっともらしいこのロジックそのものが、実は疫学の教科書にすら反するようなずさんなロジックだということをまず一つ言っています。それから用語なんですけれども、ところどころにこんな用語は、例えば統計学を使って分かってる人であれば使わないだろうという用語だとか、それから医学者であれば検査の得意度とか、感度とか、コロナの時に皆さんニュースで見られたことあると思うんですが、これはっきり言って大間違いの使い方をしてるんですね。超高感度な超音波検査機器って何度も何度も繰り返し報告書に出てるんですけども、違うんですよ。医学者からするととんでもなく違和感のある言葉で、あんたが言うてるのはそれは低得意度のことねっていう話なんですよね。で、そのレベルの間違いがいっぱいある。
なぜそんな風になっているか、私たちはちょっと内実はよく分かりませんが、およそあの科学委員会という名前 の、まあ、あの委員会が作った科学的な文書というふうにお粗末だということを今回簡単に、説明をしています。まあ、用紙の告知は少し早口になっちゃうかもしれませんが、アンスケアというあの報告書、これがあると大変なんだなと皆さん思っているかもしれませんが、今回それは実は科学的でも何でもない文書だったということを、分かっていただければなと思います。お願いします。では同じくですね、今回の書面作成に関わっていただいた弁護士にお話ししたいと思いますが、再現弁護士から一言コメントをお願いします。どうも、弁護団の再現です。今日も大勢応援させていただきましてありがとうございます。私は今回第23準備書面というものを担当しました。県民健康調査で非常にたくさんの消費甲状腺がんが検出されています。これはもうみんなが特に無事なんですけれども、その検出された原因が原発事故による放射線被曝だった原子プラス調査に対して、被告の方はそうではなくて、スクリーニングをしたから法廷にたくさん見つけたのか、過剰診断なのかというようなことを言っている。だけどこのスクリーニングにたくさん見つけた過剰診断だということについては、いわゆる科学的根拠は全然ないんです。いろいろな国際的な団体による報告書なんかには書いてあるんですけれども、報告書に書いてあるというだけで実際の科学的なエビデンスがない。このことについて、実際その国際的な報告書の話ではなくて、学術ジャーナル、いわゆる論文が載っているジャーナルというものの中で、この間、議論が戦わされてきました。エンバイロンメンタルヘルス、環境保険みたいなタイトルの雑誌なんですけれども、そこに津田先生が2022年に、疫学の応用方法に建築するキットというものを使ってこの島の議論を、検討したところ、非常にいい問題があるという論文を書いた。でそうすると、それに対してそこで批判された、IARC の専門家グループの人であるとか、三味線コンソーシアムというところの人が、その他論文に対して反論のコメントを出す。そうすると、今度その反論のコメントに対して、津田先生も再反論するわけですけれども、コリン・ソスコルネさんというカナダの結婚の医学の有名な研究者の方が、これは津田と言っている通り、この三味線コンソーシアムとかの論文は非常に重要な情報を漏らしたまま偏った評価をしているし、疫学者としてもおかしい、こういう研究のあり方もおかしいということで助太刀に現れてですね、で両名がそれぞれに対して撤回を要求する、三味線壮絶論文とかそのものに対して撤回を要求するというような強いコメントを出している。今日はそういう学術史上の議論状況をいただいて、そういう中で過剰診断論には何の根拠もないのだということが実は明らかになっているんですよということを紹介したいと思っています。最初に説明したように、今回いくつも準備書面を出しているので、時間も短くて早くちょっと分かりにくいと思いますが、そういう内容のものです。またぜひ特に聞いていただいて、疑問等あればまたご質問ください。今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続いてですね、時間もありますので、弁護団からいろんな思いを話してもらおうかなと思うところがありますが、北村弁護士から一言コメントお願いできますか。皆さんこんにちは。今日もこんなにたくさん集まっていただいてありがとうございます。私は損害の部分を主に担当しているんですけれど、その関係で綾世代というものがどういうものかというのをさらに深く掘り下げて調べています。綾世代というのは思春期ですとか、成人でも若い成人ですね。ですから本当に中学校、高校、大学、それから社会人になったばかりぐらいの年齢の人たちで、綾世代、その本当思春期とか若年の成人というのはですね、肉体的にも大きく成長しますし、精神的にも発達しますし、それから社会的な関係も大きく変化していくと。もちろん体はだんだん男性なら男性的な体になったり、女性なら女性的な体になったりということがあって、異性に対する意識とかもついていって大きく変化していく。で、それに加えて精神的にも家族との関係からやっぱり自分が何者なのかとか、
何のために生きるのかっていうことと向き合う時期なんですよね。私はその思春期っていうともう30年になるので、ちょっとなかなか思い出せませんけど、今考えてもすごく大事な時期だったなと思います。その今はもちろん弁護士になってますが、その時に何のために自分は生きるのかなとか、何がしたいのかなとか、いろいろ考えて、いろんな人に会って、いろんな本を読んだりして、だんだん決めていく。本当にこうこれからの人生を決めていく上で本当に大事な時期なんですよね。でその中で試行錯誤しながら、友達と話したり家族以外の人との関係を築きながら精神的に発達していく。でそういう極めて重要な時期です。かつ社会関係もそうです。それまでは家族との関係が中心ですよね。それが友人ですとか別の仲間っていう関係に移行していって、だんだん自分のその社会における、価値っていうのを確立していく時期です。でそういう意味でこの早世代の時期に治療ですとか手術ですとか、そういったものと向き合わなければならないので、その時の時間が奪われているっていうのはもう本当に大きなことなんです。その後私みたいに成人して、もちろんその時期に被害を受けても大きな被害ではあるんですけど、もう私はもう人生がある程度出来上がっているというか固まっている可能性としては顕在化していることなんですが、本当にこれからのこう人生が一番輝こうとしている時期が大きく制約されている、それほどの被害なんだっていうのを、さらにですね、裁判所に伝えなければいけないというふうに強く思います。先ほど伊藤弁護団長が話したように、今回原告2番さんに法廷で直接話してもらおうと思いました。でそれは今のところ裁判所は認めないと言っています。裁判官がやるべきことっていうのは事実を見極めることじゃないかと私は思っています。で人の話を聞くときに原告の情報っていうのは 7% しかないって言われてるんですよ。あとは声色だとかその人の話し方、その資格のから入ってくる情報の方が、ほとんど大半なんだというふうに言われています。確かに2番さんが話したいことっていうのは書面で書いてます。陳述書でも、書いてます。ですけどどういう表情でどういう言葉で、どういう態度で話すのか、それを聞かなければどうやって事実を見極めるんだろうと思わざるを得ません。今日の進行でちょっとどうなるか分かりませんけれども、やっぱり裁判官に本当にこう事実を見極めてもらいたいというのはこれからも伝えていこうと思いますし、その時にですね、やっぱり法廷の場で皆さんが見ている前で、裁判官がどういう訴訟指揮をするのかというのは裁判官に皆さんの気持ちが伝わると思うんです。非科学的かもしれませんけど、皆さんがちゃんと事実を見極めてくれと、原告さんのそこに人がいるんだというのを皆さんから念を送っていただきたいと。そうするとやっぱり裁判官にですね、これちょっとちゃんと見なきゃなというふうに変わってくるんじゃないかと思いますので、今日も法廷でも引き続き応援をよろしくお願いします。はい、今北村弁護士から念という話が出ましたが、本当にですね、弁護士として法廷で話しているとですね、傍聴席の念は感じることがありますので、今日いずれにせよ原告本人が話せるかどうかというのはこの後の協議ですが、弁護団の弁護士が何名か法廷で話すことは間違いありません。おそらく裁判長の方向いてしゃべりますから背中からになると思いますが、背中からでも感じられるような念をですね、皆さん送っていただいて、声は出さずに念だけ送っていただければと思いますので、よろしくお願いします。では今原告の損害の話が出ましたが、同じくその原告の担当で原告にいかに大きな損害が生じたかというあたりを関わっておられる木浦弁護士にもコメントいただきたいと思います。ではお願いします。皆さんこんにちは、弁護士の木浦です。この被害の問題については今北村弁護士の方が通常考えられる、何か被害を受けたら病院に行くだろうとか、ちょっと悲しいだろうとか、学校行けないとか、仕事で休んだとか、そういうものではない、もっともっと大きな早世代っていう、AYA って早世代って言うんですけども、そういう世代特有の喪失のことを話してもらいました。で私の方からはなかなか皆さんにお目にかかっていただくことができない原告の方たちの横顔をちょっとご紹介したいというふうに思っています。この間この春ぐらいからですね、原告の方と少し会う機会がありました。でその時に原告の方たちがやっぱりこの裁判どうなってるのかと真剣に聞きたいっていうふうに思っていらっしゃるんです。で皆さんが言われるにはやっぱりこう濃淡ありますけれども、最初の頃は弁護士に任せておけばいい、もう私だって辛いんだしってことで裁判からは少し距離を置いて
弁護士に任せてこの裁判を進めてもらう、そして支援者の方たちのお力でなんとかこの被害のことを押し立てていただく、そういうところに原告の方たちがいたような気がします。ところが最近ですね、原告の方が私向き合いたい、この問題本気で取り組まなきゃいけない、裁判が一体どうなってるのか、どんな書面を弁護士の人たちは私たちの代わりに出しててくれるのか、こういうことを結構幾度にもおっしゃるんですね。で、被害を受けた方っていうのが大きな被害から自分で立ち上がるために、被害から少しこう距離を置いて自分を見ることがあるんです。で、そうなった時にやっぱり力が湧いてくる。自分だけの抱えきれない地元の被害ではなくて、被害を少し遠くに置くことによって力が得られる。で、こういう状態になってきたんだなっていうふうにこう思ってたわけなんですけども、これ実はなんか心理学ではしっかりこういう言葉があるらしくて、ビクトル・フランクですか、ヨルトキっていうアウシュビッツから帰ってきた研究者の方で、その方もアウシュビッツは本当に食べるものはもちろんない、でも酷使されて、そしてガス室に送られたりもする、もうそこから珍しく帰ってきた帰還者の方です。その方が命を長らえたのは何でかというと、自分はこのことを残さなければいけないっていう自分を客観視する自己距離感っていうらしいんですけども、そういう作用をすることによって自分を保護して生きる力を得て、そして帰ってきて、その夜の日っていうアウシュビッツでの非常に凄惨な事件を書かれたということです。まさに私は、ね、今原告の方たちっていうのは、自分がなんでこんなことになってしまったの、なんで私がんなの、どうして私のこの先の夢あったはずなのにこんなことになってしまったのっていう、そこでもう本当に立ち止まるしかない、うずくまるしかないって、その状態から自分を少し遠ざけてこの問題に取り組もうというふうに考えられてきた、まさにこの自己距離感という状態に来てるのかなというふうに思いました。こういう状態になるとまさに強くて戦っていける、そういうふうにこの、科学的にも言われてるそうです。原告の方たちの今そういう力を私は感じてます。皆さんにもかわいそうっていう被害者ではなくて、戦ってる、立ち上がってきてる原告の横顔というのをぜひ分かっていただいて、一緒にまた戦っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ではもうまだ、話していない弁護士もいますので、次はですね、法政弁護士から、熱いコメントをいただきたいなと思っております。よろしくお願いします。安倍軍団の法政と申します。あまりこの裁判では力を発揮するところがないぐらい充実した弁護団なので、いつもお任せになってしまっているんですが、今回はこちらから先ほど団長が言われた通り、ご本のすごい力強い事務所が出てます。かなり内容は専門的なので理解するのに大変な時間かかると思うんですけども、この裁判の一つの特徴っていうか本質的なところはですね、皆さん今本音の社会と建前の社会ってよく言って本音を使ってます。で、日本の社会って割とその本音と建前を非常にうまく使い分けてしまって、建前が多く言われると、そんなことでしょうがないよねっていう感じで諦めてしまう場合が多くて、それがもう社会の常識になってて、例えば国会で国会議員がとんでもないことを建前のことばかり言ってても、なんとなくそれが通ってしまうっていう世界になってると思うんですが、そういうある意味ではそういう普通の部署が部署としてとまかり通ってしまうような世界になってるわけなんですが、この裁判も全くそういう行動なんですね。当然の出してくるのは建前を言ってきてるんです。で、その建前をどうやって潰していくかっていうのは私たちの書面であって、ですから内容はですね、当然の方から出てくる書面というのは非常に分かりやすいんです。非常にシンプルにパーッと書いてあるんです、建前を。ただその建前は絶対違っててですね、それをどうやって潰すかっていうことで各弁護団が力を持って非常に複雑な書面を書いてます。で、その辺のところをちょっと理解していただくためにはですね、こちらの書面をよく読んでいただくと分からないんですけども、本当はその法廷での趣旨説明もですね、利用説明ももっと時間をいただきたいんですけども、どうしても裁判の時間の制約があって短い時間でやるわけで、集会もあまり時間は取れないんですが、時間があるときに、皆さんも当然の書面とこちらが出している書面とですね、読み比べていただいて、
どういうところがポイントになっているかということを皆さんでお考えいただくと、この裁判の本質はよくわかると思うので、一度そういう時間を取っていただければと思います。今日はまた裁判、それから集会と長い時間になりますけれども、どうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。まもなく時間が近づいてまいりましたので、私から最後にしたいと思いますが、本当にですね、今日こう 見渡しても本当にたくさんの方がお集まりいただいてでですね、本当に弁護団も原告本人も毎回勇気づけられているところがあります。でやっぱりこれだけ時間のかかる裁判ですと、途中でですね、やっぱり裁判戦うのに疲れてしまったりだとか、この熱量が最後まで続かないって、これ人間ですからあるわけなんですけれども、やっぱりこれだけの方が毎回集まってくださることが、原告たちにとっても、よし最後まで頑張るぞ、で弁護団にとっても、最後までこうしっかり書面を出し切って戦うんだと、まあ、そういう気持ちにつながるっていうのは本当にありますので、皆さん一人一人の、あ、この方、前もいらっしゃったなとかですね、そして私たちがこう感じることが、すごく力になっておりますので、引き続き応援をお願いできればと思いますし、今日はまず、説明ありましたが、裁判官が認めれば原告が法廷で話すかもしれないし、認められなかったとしても何らかの方法で裁判官には伝えたいというふうに準備はしています。で今回は法廷が終わった後集会もありますし、そこで何か法廷で伝えられなかったところも含めてお話ができればと思っておりますので、ぜひこの後法廷でも力を貸していただきたいですし、集会の方にも多くの方にお集まりいただければと思っております。で本日も皆さん一つになって戦っていけたらと思いますので、よろしくお願いします。では以上です。じゃあ始めます。はい、お願いします。拍手でお願いいたします。よろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。意見の開始が10分からなので、すみません、まだ中には入れませんので、もうちょっと時間がありますので、皆さんからのスピーチを。2023年に京都市裁判に検討して、丸10年間戦ってきました。それで、先月5月22日に大阪高等裁判所で、決審しました。原告5人の意見陳述があって、弁護士さんの意見陳述があって決審しました。判決は12月18日に出されるということです。あやめないという言葉がありましたけれども、本当に自分と同世代の原告さんたちが病気を抱えながら法廷に立っていることに、本当に何て言いますか、同じ法廷に立つ身としても、何て言うか、本当に応援している気持ちです。避難者訴訟の若者たちも、もっと頑張りたい、頑張ってほしいなと思っています。私たちの訴訟も、この裁判も一緒になって、福島の被害を訴えていきたいです。よろしくお願いします。それでは続きまして、牛山先生いらっしゃいますか。牛山先生。はい、すみません。こんにちは。暑い中、たくさんの方をお集まりいただきましてありがとうございます。神奈川県で内科の医師をやっている牛山と申します。甲状腺がんのお子さんたちを支援するアジサイの会というのを、約8年ぐらい前からやっています。でその会に入っている方たちみんなが裁判に参加しているわけではなくて、いろんな事情があって裁判に参加できないお子さんたちもいます。両方私は支援しているんですけども、そのお子さんたち最初の頃は10代で、本当に顔を合わせても本当にこううつむいて、ろくに私なんかと喋ってくれなかったりしたんですけど、今は一緒にご飯食べたり、一緒に我が家に泊まってくれたりとか、本当に皆さん成長して元気に今
まあ、だけど元気なんですけども、再発した人が、いろいろ病状としては決して安心してほっといていいようなものではない。だからこの仕事をしようと思っても、その仕事に行く前に病院に定期的に行かなきゃいけない、またはもしかしてちょっとでもこう入院する可能性があるなと、なかなか就職もうまくいかなくて、非常にそれで苦労している方たちが今20代後半ぐらいになっています。中にはまだ10代の子もいます。でそんな方たち見てると、やっぱりそのこれは普通の甲状腺がんのお子さんであれば、例えば20代、30代結構いらっしゃるんですよ、中には。そういう方たちもみんな同じようなその就職の悩みとか結婚とかいろんな悩みを抱えてると思うんだけど、残念ながら福島の甲状腺がんっていうだけでも本当にちょっと正直言って特別視というか、多分視というか、その簡単に自分がまたは自分の家族が甲状腺がんだということをなかなか人に言えない、周りに言えない。なぜかというと、いうことで福島が汚いって言うわけとか、福島にいたからなんか甲状腺がなったと思ってるの、そんなこと言われちゃう、そんな世の中なんですよ。だから本当にその特別扱いはしたくない、でも福島だったからこそ今こういう問題になっているわけで、そこをきちんと見て、医者とか科学者は、例えばあの時ヨウ素剤を飲んだ子、安定ヨウ素剤を飲んだお子さんっているんですよ。そのいるお子さんたちと、飲まなかったお子さんたちとで、本当にその甲状腺のがんがどのくらい違うのかとか、脳胞の数がどのくらい違うのかをきちんと調べてほしいなと本当に思ってます。そういうのをしないと、これからまた起きる可能性のある原発事故に対して私たちは本当に何も学ばないまま、また遭遇してしまうことになります。そんなことを期待して、こういう活動を皆さんで一緒に本当に続けていけることはありがたいと思ってますし、ぜひこれが本当に社会を変える力になることを願っています。今日はありがとうございます。ありがとうございました。石山先生は陽子剤の配布の、報告会とかもされていらっしゃる、すみません、そのことだけちょっとだけ言っていただいてもいいですか、はい、私もそれで買いました。私に連絡をしていただければ、本当は処方箋を書いて、カルテを作って処方箋を書いてお出ししなきゃいけない薬です、安定ヨウ素剤って。普通のバセドウ病とか甲状腺の病気で普通に病院で出してるお薬なんですけど、それをいざ原発事故が起きた時のために持っていきましょうよっていうのが、まあ、その運動を私はしてます。で、お金を払ってお渡しすることはできないけど、無料でサンプルでっていう形なら、一応グレーゾーンなんですけど、渡してもいいみたいなので、そういう説明会を今みんなのデータサイトとかでオンラインでやってますし、直接連絡していただければ本当にオンラインとか直接皆さんの集会室とかどっかに行って配ったりお話しすることができますので、ぜひ興味がある方はおっしゃってください。あと今日今チェルノブイリ子ども法、チェルノブイリ法について活動している方たちが本を最近ブックレット出されました。その中にも私その安定要請のことを書いてますので、よかったらお読みください。ちょっとだけメールアドレスが1位だけ間違っているので、何か書いてましたらもう直接 Facebook とかで私を探して連絡してくださればちゃんと連絡ついてお配りします。以上です。ありがとうございました。ということで最後にお知らせなんですが、今こういうカードをお配りをしていますので、ちっちゃくて見えないと思うんですけど、傍聴とかこの場に来ていただける方に、このカードを渡しして、回数ごとに後ろにシールを貼って、このポイントがたまるとささやかですがプレゼントを差し上げたいということで、皆さんの前で挨拶ができない原告さんたちが自分たちのささやかな思いを皆さんに伝えたいということで始めましたポイントカードです。まだお持ちでない方、今日も報告会の時に配布をさせていただきます。ぜひ今日もシールも今日来たよということでシールもお渡ししたいと思っていますので、ぜひ受け取りいただければと思います。そろそろ、並んでも大丈夫な時間に、なりましたので、それでは傍聴整理券の配布の方に並んでください。でもし当たった方で協力してもいいよという方がいましたら、私のところにご協力をよろしくお願いします。本日も本当にたくさんの皆さんお越しいただきましてありがとうございます。本当に傍聴が外れた方、この後、並行で日比谷のコンベンションホールの方で
ありますので、集会やりますので、ぜひそちらの方にもお願いいたします。それではこの場はこれでご質問させていただきたいと思います。ありがとうございました。向こう側、あちら側の方から、皆さん、今日はお集まりいただきましてありがとうございます。311子ども甲状腺がん裁判第10回の口頭弁論がありましたので、その期日の報告をさせていただきます。じゃあまず最初に弁護団長からお願いします。はい、弁護団長の井戸、健一でございます。今日はお集まりいただきましてありがとうございます。今日の進行協議期日および口頭弁論の概要をご報告します。まず準備書面、どういう準備書面を陳述したか、それから今後どういう予定かということを後で申し上げますが、今日実は事前に一番問題になったのは、準備書面の陳述を弁護士が、まあ普通はするわけですけれども、原告本人がするということを裁判所が対応するかどうかという問題でした。我々が出している準備書面は、まあ、総論的なですね、被爆と小児甲状腺がんの因果関係について総論的な主張が、まあ、多いわけですけれども、それ以外に個別の原告一人一人の、病状とか、まあ、がんが分かった経緯、その後の治療の経緯とか、ね、そういうことを整理して主張して、だからこれが仙台がんではありえないでしょうという、そういう準備書面を書いています。まあ、それは最近始めたばかりなんですけれども、それの第1号がすでに作って裁判所には事実上提出してるんですけれど、でその準備書面の用紙説明というのを毎回するわけです。まあ、今日もパワーポイントを使ってやりましたけど、その用紙説明を、まあ、普通は弁護士がやるわけですね。だけど、別に本人がしてもいいわけですよ。弁護士を選任してるから本人が法廷で弁論できないということはないわけです。法律上は本人が弁論してもいいし、弁護士が弁論してもいいわけですね。で、まあ、自分自身の今回その原告2、3のことについての準備書面だったので、原告2、3本人がその用意説明をしたいということを裁判所に申し入れました。そしたら裁判所はかなり難色を示していて、結局被告の意見を聞いたんですね。東電の意見を聞きました。東電の弁護士がそれに反対したということで、裁判所はそれを認めないと事前に言ってきたわけです。でそれはおかしいだろう、本人が弁護士を代理人に選任しても本人の弁論権は制限されないんだから、準備書面を弁護士が、用紙説明するか本人が用紙説明するか、それはこちらに任されることであってね、そんなこと裁判所が口を挟んでいくものではないです。例えばその弁護士が複数いてですね、用紙説明を A 弁護士がすると言ってるのに、いや裁判所が A はダメだと B にさせると言ってるようなもんですから、そういうこと自体は不合理だということで、まあ、事前に意見書を出していました。で本人の用紙陳述を、用紙説明を認めろということを、まあ、申し入れてました。でそれについてどうするかが、まあ、事前の進行協議の大きなテーマだったわけですけれども、まあ、こちらとしてはその理論的に、制限する理由はないはずだ。で裁判所が制限できるとしたら、審理の効率的な進行に支障を来す場合には制限できるかもしれないけど、ちゃんと原稿を作ってですね、それを原告本人が読み上げるんだから、なんだそういう制限する理由はないはずだという、そういう説明をしました。で、まあ、それに対してまあ、裁判長は若干そのやっぱり態度を軟化させまして、まあ、被告の意見を聞きながらですね、まあ、その原告がやることを、まあ、ダメだというつもりはないというような言い方です。ただその、あくまで準備書面の用紙説明ですから、事前に提出する準備書面に書いてないことを言うと、それはルール違反になるので、もしそれを認めるとしたら、ちょっと事前 の, その原稿を見せてほしいというふうに言われたんですね。
それで原稿を示しました。で、示したんだけれども、じゃあその事前に提出している準備書面の範囲内の文字が書いてないのかっていうのは一目見てわからないわけで、両方照らし合わせなきゃわからないのでね。で、まあ、ここですぐその判断もできないし、まあ、まあ、読んだ印象だと、ちょっとそのはみ出している部分があるかもしれないみたいなこと言ってましたけど、結局その範囲内であれば、まあ、被告の意見もあるけど認めても、いいような口ぶりで、ただ今日はその範囲内であることがどうかが確認できないから、じゃあ今日はもうこの、準備書面の陳述は留保しますと。で、次回に事前に原稿を出していただいてですね、それで準備書面の範囲内の範囲内のことしか書いてないということが確認できれば、認めるとははっきり断言はしなかったけど、まあ、認める方向だというそういう、言い方をしましたので、一応それで、まあ、こちらも、まあ、ほぼ収まりですね。じゃあ次回に、そういう準備をするので、今日のところはこの準備書面の陳述は留保しますという形で、その問題の処理はしました。で、それ以外にこちらは21から24、4本の準備書面を今日は陳述しました。まあ、内容的には被告の準備書面に対する反論、それからアンスケアの、まあ、承認公表宣言に関する記載部分の分析と批判、それから、今国際的にこの承認公表宣言の、まあ、過重診断論についてどんな議論がなされているかということの紹介、それから、アンスケア報告中 の、 その被爆量ですね、被爆量についての信用性が乏しいという点についての補充主張といったところが内容です。で、被告答弁からは8と9というのが出てきて、まあ、これらはいずれも原告の準備書面に対する反論です。で、今後はですね、今後の予定ですけど、一応前回期日で裁判所から原告側の基本的な主張はこの次回の9月の期日までに出し尽くしてほしいという要請があったので、一応その前提で準備しますということを一応約束してます。で、次回はそういうことなので、例えば8本から9本の準備書面を出して、一応こちらの現段階の主張としては出し尽くすという予定をしています。で、今日の予定だとそれに対する答弁の反論が12月の期日、それから3月の期日で2回に分けて答弁が反論して、で、来年の6月ぐらいにはですね、それぞれが承認尋問の申請をして、まあ、承認の決定、にまで、まあ、いけるようにしたい、できればそうしたいという裁判所の意向が示されました。概略としてはそういうことです。で、準備書面、準備書面になるか、あ、まあ、それぞれか、はいはいはい、一応じゃあ全体の概略としては以上となります。じゃあ、あとは今日プレゼンテーションの第22とあと23の分も田辺先生から、はい、はい、21は、はい、先に移動します、はい、すいません。じゃあ21は被告の準備書面に対する反論、内容は多岐にわたるんですが、法廷で説明した1点だけここでもうご説明します。福島で見つかっている小児甲状腺がんが潜在がんなのかどうかということが大きな争点ですね。この際は潜在がんというのは、治療の必要がないという主張なんです。どうでも治療しなくてもそれ以上大きくならないし、ほどいたらだんだん短縮していく、で、その別に悪さをしない、そういうがんだというのが当時の主張なんですね。で、こちらはいや、そんなこと言ってもそういうがんが子供にあるということにデータがないじゃないか、大人についてはあるんです、大人については世界的にあるんですが、子供の小児甲状腺がんで過剰診断、要するに潜在がんがあるということにデータがないじゃないかということをずっと主張しています。で、それに対して今回ですね、今回というかその、準備書面、被告の準備書面でそのデータとして大阪大学の高野徹という先生の、まあ、論文をそれを根拠として挙げてきました。で、そこに何が書いてあるかというと、小児甲状腺がん、子供はまず進行が早い甲状腺がんはね、
で、転移したりとか、まあ、リンパス転移だけじゃなくて遠隔転移、肺に転移する例は非常に大きくなる、はい、ただそういうがんであっても要は非常に良好で30年生存率が 99% であるって書いてあるんです。それは高野論文の中に書いてある。でそれを根拠として出してきたんです。でこの30年生存率 99% ってどういう意味だろう。予後が良好、潜在がんであって治療が必要ないということの根拠として書いてあるということは、そういうがんでもほっといてもね、手術をしないとほっといても30年生存率が 99% でなければ全然文章上意味が通じないわけですよね。じゃあそんな進行したがんを、ほっといて30年も観察した例があるのかという問題になるわけです。だけどそんなのありえないんですね。今回証拠に出しましたけど、がんが小児、甲状腺がんが見つかってもそれを手術しないで経過観察するというすべきだという議論が最近多く強くなっています。アクティブサーベランスというんですけど、ただそれはですね、もちろん適用、こういう場合にアクティブサーベランスをしましょう、こういう場合はしてはダメですということになって、ガイドラインがもういくつもできています。でどのガイドラインも共通するのは、アクティブサーベランスを推奨するのは大人の微小がん、1センチ以下の大人の微小乳頭がん、そして転移や甲状腺外侵入がない事例なんですね。で転移やら、甲状腺外侵入がある場合は大人であってもやはり摘出すべきだ。それから子どもは摘出すべきだ。子どもについてはまず今までそういうことしてないからデータがないのでアクティブサーベランスは推奨できないという、これ今回2つ証拠に出してますけど、2つともガイドライン、そういうふうに書いてます。だから従前そんなに進行した子どもの甲状腺がんを何ら摘出しないで、しないという例はまずほとんどないと思うし、ましてその経過を30年も観察した例なんてあるはずがないんですね。だから30年生存率 99% というのは、もし何かそこどっかにそういうデータがあるなら、その根拠は何も示されてないんですけど、もしデータがあるならそれは摘出した事例の30年生存率だと思います。だから全くその東電が根拠とした論文が、まあ、そういうその非常に、非合理的なことが書かれている論文である、こういうのしか東電の根拠となるようなものがないということを主張します。その1点だけご説明しておきます。じゃあ、私の方から、私がまあ、メインで起案をしたまず第22事務所面についてご説明をします。第22事務所面というのは簡単に言うと、アンスキアの報告書というのが実は全然科学的に作られてないということを指摘をしたということになります。で一つ目はまあ、アンスキアは、まあ、科学委員会と称して各国からの専門家が集まって複数の文献をレビューして報告書を作りましたという体になっていますけれども、今回一番問題なのは、じゃあこの見つかった甲状腺がんの子どもたち、まあ、今現在でもう300何人ぐらいになっていますが、この人たちが実際にこの被爆によるものがあったのかどうなのかということについて彼らは検討しているんですね。でその時にアンスケアがやったのは実は疫学の標準的な教科書に、全く間違って何というか逸脱した形で、まあ、検討方法を取っているということが今回指摘をして一番大事なところがあったと思います。まあ、統計的検出力という考え方があって、実際にこのぐらいの被爆をしたらどのぐらい、まあ、増加するだろうかというのはある程度分かるわけですよね。でアンスケアは、実際にこのぐらい、まあ、推定なんですけども、このぐらい被爆したとしたらほとんどその増加は、検出できないだろうということを、まず統計的に検出できないだろうということをまず前提にして、その上でそういう考え方をもとに現に出ている多発、これは多発だということをアンスケアは認めていて、県民健康調査の検討委員会も数十倍の多発っていうふうにはっきり、本国の中に書いてるんですね。じゃあこれをたくさんの多発したがんはどこから来たのと、統計的検出力によれば被爆の影響は見えるほどは出ないはずだから、見えているものはこれは別の原因だっていうことで結局過剰診断っていうことなんですよね。こういうロジックなんですよ。ところが疫学の教科書ではこういう疫学の研究を最初に、まあ、
設計する準備する段階で統計的検出力を関するのはこれもちろん合理的だからやったり、これでは検出できそうにないっていうんだったらサンプル数増やすとかいろんなことをするわけですよね。だけど一旦出てきたデータを評価するときに統計的検出力という観点からデータを評価 しないんですよと、むしろ出てきたデータそのものをちゃんとデータに関するいろんな情報を直接見ましょうということが、今一番権威のある教科書の中に書かれていて、それは最新の教科書だから書いてあるんじゃなくて、古く遡ると1958年ぐらいに出てきた論文の中に、の中にもそのことはずっと書かれていて、まあ、あの疫学をきちんと真面目に研究しているというか、普通の疫学者の標準的な疫学の検討手法からすると、後から出てきたものを統計的検出力で評価するのは間違いということははっきり書かれているわけです。そこの点をこう今日、一つ目指摘をしました。実はそれ以外にたくさん言葉の使い方、およそ科学者であればこんな風にしないよねと、今日ちょっと一つだけ事前に調べがつかなくて準備中から書いてなかったんですが、例えば識別可能性はないんだっていうことを繰り返して書いていますと。で、識別可能性という言葉は前後から見ると間違いなく統計的検出力のこととして書いてるんですけれども、統計学も実は教科書の中で識別可能性というふうに調べてみると、これは全くそのいわゆる検出力の話とは全く別の論点なんですよ。そういう意味でもなんか妙なものを単語を持ってきて、さっきも言われましたが超音波検査の好感度という表現もそうですけれども、まあ、医学者だったり統計学を分かっている人であれば絶対使わないような言葉の誤用がいっぱいあって、しかもそれがキーワードになっているという恐ろしい話なんですよね。で、最後に今日ご説明したのは松田先生の論文というのがこれまで唯一、甲状腺がんと被爆との結果を示唆した論文になっているんですが、それを排斥しているわけですよね、アンスキャン報告書は。ところが津田先生の報告書ってのはそれ1本だけあるわけじゃなくて、学会の中の議論もあれば、それに対する研究者からの反論のコメントに対する再反論だったりとか、本当にこうさまざまな議論状況があったにもかかわらず、本当にこうこの多くの科学者はそれは、認めてないって書いて、多くの科学者ってどこからどこでしたか分かんないんだけど、学会で論争になった時には国際疫学学会の会長が津田の言ってることは本当に深刻だから日本政府に対して私たち協力しますよという書簡を出しています、当時2016年で。それをめぐって学会の中でいろいろ激論があったんですけども、結果どうなったかというと、その学会の中 の公開討論をしたんですが、ネット上でその結果、この会長はじゃあ、これは間違ってたから撤回しますというふうにはならなかった、そのまま認めたんです。こういう議論状況なんかも全然書いてないんですよね。そういうとにかくアンスキアード報告書というのはそういう意味でも論文採用の観点から言っても自分たちがこうだと思ったところに合うような意見しか参考文献を挙げてないという、偏った論文採用の仕方をしているなというところを今日指摘しました。これが第22事務書面です。で、第23事務書面は西年弁護士が起案をしてくれました。で、これはですね、過剰診断の皆さんもすごく気にされていると思います。あれ過剰診断というふうによく言われているものですから、なんていうかたくさん見つかってるけど、スクリーニングしたからたくさん見つかってるだけだっていうもっともらしい説明があります。で、もっともらしく見えるだけじゃなくって、それを支えるような2つの権威のある文献が出ています。1つが三味線創設論文と言われるものです。で、もう1つが IR と言われる、これは国際がん研究機関かな、 WHO の中の機関、これもすごく権威のあるところですね。この2つの三味線論文も国際的なコンソーシアムで作られた創設論文だし、 IR の技術文書と言われるものも、WHO の参加の機関の中で作られた権威の、文書です。この2つの文書でも、疫学の使い方が間違っているということが、トゥールキットという考える、トゥールキット論文というのがその前にありまして、これはそういう疫学の誤用というのはタバコをはじめ、ずっと昔からあったので、本当こう政策に影響のある疫学の分野で、不確かな情報だとか偽情報が蔓延しているということは疫学 の研究者の中でものすごく、重大な懸念として持っていられるんですよね。で、その疫学の誤用を検出するためにこういうポイントを見ましょうねという項目をまとめたのがトゥールキットと言われる論文なんです。で、それを実際に津田先生が三味線創設論文と IR の技術文書に適用してみたところ、いずれもそれに該当すると、おかしいよねっていう論文を出しました。
出してそこで終わったんじゃなくて、もちろんその三味線論文だとか、あるいはアイアートの実文書を書かれた人たちはおかしいと、津田はあんなこと言ってるけど、こう私たちはそうだ、間違ってませんということを反論のコメントを寄せたわけです。でそれに対してさらにそれぞれに対して松田先生と、それからさっきのツールキットを作られた、ポリソスコンっていう、これカナダだと思うんですけど、アルバート大学の名誉教授の方が別々に再反論のコメントを出して、でしかも表現としてはすごく激烈で、撤回すべきであると、いずれも撤回すべきだと。でこんなものを出されたら普通はですね、もともとの三味線なりアイアークの実文書の、人たちはさらに再反論しないとおかしいですよね。8、9ヶ月経ってますが、一層にその動きがないというのが今の現状ですよということを、3人弁護士は丁寧に説明しております。まあ、こういうことを踏まえて裁判所はきちんと権威だけ、要するに国連という名前の権威だけで判断するんじゃなくて、実際の学術っていうのはそうやって議論をしながら真実に対応していくというプロセスもあるので、そこでやっぱり裁判所は丁寧に見てくださいということを、主張しましたということになります。次は先生です。青木先生、はい、私は第24準備書なので、アンスケアが、今回の福島原発事故で、被爆した量が少ないから、その放射線がには原因としては及ばないんじゃないかというような、そんなことを言っているので、それが間違いだよ、信頼性がないよということを述べました。放射性物質が放出されて、それはその放射線も行って移動して、それが沈着してという、そういう過程を通るわけですけども、被曝に大きく関係するのは移動する時の大気中濃度というのが一番関係してくるわけですね。でそれの大気中濃度をこう推計する、シミュレーションとして ATDM というのが、大気輸送拡散沈着モデルっていうのがあるんですけれども、そのシミュレーションは非常に不確実性が大きくて、福島原発事故による、その大気中濃度の、その、分布の図が、いくつもいろんな研究者研究機関が出されてるわけですが、それが一緒ではないんですね。みんな異なっている。でそういう異なった状況の中で、アンスケアは寺田論文というその一つの論文に依拠しているわけで、その寺田論文に依拠している合理的説明がなければ、それも結果がいろんな異なる報告が出ているのに、それが正しいという、そういう論理的ケースはないので、まずその説明がなく、しかもその異なる結果間の評価をしていないということ、これはまず信頼性を書くことの一つだというふうに思います。でもう一つはバルク沈着速度といって、こう沈着する場合に、完成乾いた状態で沈着する場合と、湿性沈着で雨が降って、だ雨と一緒にこう沈着するような、そんなイメージですけど、湿性沈着と乾性沈着というのがあって、本来それぞれ違うモデルで、計算するものなんですけれども、それをバルクということで一緒にして、バルク沈着速度というのをアンスケアは使っていて、このバルク沈着速度というのが不確実性が小さいであろうという前提で、沈着密度って実際にその地上に降ったものは実測が出ますから、それをバルク沈着速度で割って大気中濃度を出すという、そういう計算をしています。これはその大気中濃度は、沈着密度を、その沈着速度で割るという、そういう計算式にはなっているので、それはそれなんですけれども、その沈着密度が、寺田 の、 そのシミュレーション結果では、推計値が、その沈着密度の推計値が、ちょっとちっちゃすぎるというような結果が出ているので、実測の沈着密度をバルク沈着速度で割って、大気中濃度を出してみようかということを、アンスケアはやりました。でその、バルク沈着速度そのものが、ちょっと湿性沈着と乾性沈着を一緒にして
やっているところで、まあ、それなりの不確実性を持っているわけですけれども、その中でバルク沈着速度で、数百ミリパーセカンド毎秒数百ミリこうバッと落っこってくるようなイメージですけども、そういうものがあってもいいんだということをアンスケアは言っている。ところが、その今の式に当てはまると、その沈着速度が大きいほど大気中濃度は小さくなっちゃうわけです。で、大気中濃度が小さくなれば被ばく量も小さくなっている、そういう関係がある、ので、果たしてそんな数百ミリパーセコンドというものを認めていいのかというのがまず一つで、実際に、被告、まあ、東京電力ですけども、東京電力は柏崎刈羽原発というところを所有してまして、その、今回適合性審査申請というのを出してますけれども、その中でも沈着速度について、言及しているところがありまして、湿性沈着、それについて10ミリパーセコンドっていうのが、まあ、正当な値だろうということでその申請を出してます。数百ミリパーセコンドっていうのに比べたらもうだいぶ小さくて、大気中濃度は、まあ、その先ほどの式を使えば同じ状況であれば大気中濃度がすごく大きくなるわけなんですけれども、そういう12ミリパーセコンドが正当であるということを使ってます。それは根拠としては、完成沈着が、まあ、3ミリパーセコンドぐらいであろうということで、それの、2、3倍が湿性沈着であろうという、そういう評価指針があるんですね。その評価指針に基づいて少しこう保守的な、まあ 見方をして4倍にして、試算12で10ミリ2ミリパーセコンドというのを使って、これが正当であろうというのを一方で日本の中でそういうことを言ってるわけです。 それと先ほどのバルク沈着速度の数百ミリパーセコンドというのを比べれば明らかに矛盾しているわけ で矛盾した結果それが過小評価につながっているわけですから、アンスケアの使っているバルク沈着速度というのはこれは信用ならんという、そういうことになるというふうに考えられます。まあ、以上の2点を説明いたしました。ありがとうございます。あとは原告の人数についてちょっとご報告なんですが、原告が1名訴えを取り下げたので原告は6名になります。原告が訴えを取り下げた理由に関しては一審上の都合によるということで、それ以上詳細は申し上げられません。ただ原告ご本人から取り下げたご本人からお話としては、引き続きこの裁判の原告を応援しているということと、支援者の方には心から感謝していますというコメントはいただいています。ですので記事に書かれる場合は原告は今まで7人だったんですが、追加点数も含めて7人だったんですが6人になったということはお間違いなきようにします。まあ、あと最後に私からで、個人的になんですけど、先ほど井戸弁護団長が言った原告本人による準備書面の真実も、まあ、認める余地があるというのを今日裁判所と裁判所が話していて、すごくこれは我々にとってプラスだなと思いました。原告本人の、まあ、個別の被爆事情とか被害の内容とかについてですね、やっぱり文字じゃなくて本人がその場で話すのは非常に重要なことですね。皆さんも取材するときに文字字面だけ見て取材ってできないと思うんですよ。よくこう視覚情報、言語情報は 7% しか影響がなくて、聞いた情報と目で見た情報というのは残りの 93% 影響すると言われてますけど、それと同じですよ。なので個別の原告の実情が伝わるためにはやっぱ原告本人が話すと非常に重要なこと でそれが大事なことはみんな分かっていることだと思います。それが認められた、まあ、認められる余地があったというふうに、今日の記述で進行できたのは我々弁護団としても非常にプラスだったのかなというふうに思います。何かありますか。で、次回期日が入ったので、来年の3月5日の14時、時事次回の弁論が入りましたので、ご報告します。次回は9月の11日、9月11日、その後が12月の11日で、その次は3月の5日、いずれも水曜日の14時です。報告以上になります。ごめんなさい。質問は。では、幹事社から、出展の原告の人
番さん、ナンバー2、2番さんは、この9月11日に ここにいらっしゃる予定ということでよろしいですか。はいはい、特段のことがなかったら来て、おそらく見込みとしては裁判所を認めると思うので、本人が事務所面の用意説明をする可能性が高いというふうに、理解いただいています。使えなければ年齢と性別を教えてください。現在の大体年齢は個別には申し上げられないんですけど、女性の方です。全体で50分もらったんですよね。今まで30分だったんですが、次回は書面も多いし個別の原告の話もあるので50分ということをいただいています。で、あとは我々がうちは今日考えることになるんですけど、5分くらいかなと思います。これはそういう311の時にこういう風な感じで被爆しましたとか、こういう症状がありましたとか、そういった話をする。そうですね、被爆した状況と、がんに罹患していることが分かった経緯と、その後の治療、症状の経過、治療の経過、そういうことを説明するということになります。2番の方以外に、そっちの人です。2番の方が通れば私もっていう方っていうのは今のところいらっしゃるんですか。それはまた個別のご本人 の意思にもよりますので、そこまで確認してませんけれど、他にも自分でやりたいという人は出てくる可能性はあると思います。何時だから以上に確定さんお願いします。先生から申し込まれたです。よろしくお願いします。ですね、まず両弁の側がですね、被告の裁判所は被告の意見を聞いてみて難色を示したということですが、最初のその原告による用紙説明ですね、当弁の側はどういう理由だというふうに裁判所はご説明されているのか、あるいは裁判所がなぜ最初はダメという判断をされたのかというところが1点目で、2点目はこの準備書面の要旨説明 の立証趣旨は潜在癌ではありえないということを立証するためにお話しされるということでよろしいでしょうか。2点目です。立証趣旨はまず被爆をしているということですね。それ、その後の治療を理解することが分かった経緯、その後の治療経緯、処分の経緯が立証趣旨ですけど、それが何を意味するかというと、それは潜在癌ではありえないということの事情にもなるし、それから非常に大きな損害を被っているということの事情にもなります。そういう位置づけの文書です。これまでの本人陳述との違いというのはどういうふうに解釈したらいいですか。本人の意見陳述ってあれ証拠じゃないんですよ。裁判はあくまで証拠に基づいてやらなきゃいけない。判決はあくまで証拠に基づいて事実を認定して判断するんですけど、で今回の、準備書面というのはこれは主張なんです。で、実は証拠としてはさらに同時に本人の陳述書というものを出しています。これが証拠で、準備書面が主張で、本人の意見陳述というのはこれから審理するにあたってこういうことをちゃんと考えてくださいねという、裁判所に対するアピールであって、主張でも証拠でもないので、判決の基礎にはならないんですよ。はい、その法的な性質としてはそういう違いがあります。それで東電が反対したのは、結局その原告の意見陳述をどれだけするかということで、ずいぶん揉めてきたわけですよね。それで一応一応一通り全員1回ずつは認めましょうということになってやってきたわけですけど、それを今度は準備書面の要旨説明という口実でね、それをさらにまたやろうとしていると。でそういうのは不当だから認めるべきではないというのが当然基本的な考え方だと思います。裁判所の判断は、裁判所は理由は言ってない。一つ言っていたのが、結局準備書面に書いてあるとあって僕もそれで反応したりできるんですが、準備書面の範囲を外れて、
その場で話してしまうと、あの実質尋問でこちらだけ言いたいこと言うようになっちゃうと。それに対して、まあ、尋問であれば相手が反対尋問とかできるんですけど、それがあの準備書面の陳述が本人が好きなことを話し出すと、相手方 の反対尋問権があの、まあ、なくなってしまうので、そういう公平にも配慮しなければいけないということは言っていました。もう一つはあの専門的な内容に関わってくると、それはよく整理した弁護士が話した方が裁判所も分かりやすいから、こういう陳述を認めているんですということを言っていて、個別の事務所についてもそういう専門的な部分が多いから、弁護士から聞いた方が、まあ、あの理解に資するということで認めている。本人であれば、まあ、そうではないでしょうということを案に言っていると思うんですが、そういう説明はありました。他はあどうぞ。実人だったらですね、細かくて記憶なんですけれども、あの原告側の、まあ、総論的な主張は次回までにまとめて出していくんですけれども、あの原告個別の事業所の、まあ、2番さんのような例というのは、これは特段お知り分けられるのでですね、一技術一人ということで、はい、という約束なんです。で、実は今日2番さんは事実上前回できてたので、今日2人目を出す予定だったんですけど、それがちょっと間に合わなかったので、まあそれは次回に参りますけど、だから全体として一技術一人という約束だったので、あのどこかで複数出さないと、あのいけないところになって、だからそれはそういう形で準備はしようと思います。実質来年の6月まで。そうするとその他の原告さんもその養子の陳述をしたいと言った場合は一回一回毎回やる感じなんですか。それはあのそうしたいと。そうしたいと。あ、これは私の個人的な意見ですけど、やっぱその個別の原告の事情っていうのは、個別の被害の内容とか被爆の状況、本人が話すと一番わかるんですよ。それは弁護士が話すとわけが違うので、あの裁判で裁判官の事実をしっかり認定してもらうためには、あの同じことでも本人が話す方がはるかに意味はあると思います。ただそこはあの弁護団内でも協議してませんし、本人の意向もあるので、それを踏まえての判断にはなると思います。わかりました。他はいかがですか。大丈夫ですか。よろしいですか。ありがとうございました。裁判所の方から今後の進行のことを考えると、まあ、今回と次回とで原告側が今こちらから出せる状態にある積極的な主張はなるべく出し切ってほしいというふうに言われています。で、それに応じて今日もいつもの署名が出たわけですけれども、まあ、次回なおさら多い、本当にあの出せるものを出し切ろうということで、次回どういう書面を提出する予定ですかというようなことを伝えてですね、原告側の方で、まあ、このまま言ったら8つぐらい出すことになるんじゃないかというような話をしました。で、裁判所の方からも、まあ、お願いします、頑張ってくださいということになり、で、被告の方はですね、あの今日前回我々が主張した書面に対する反論の書面というのを今日出していたわけですけれども、次回はこちらが今日出した書面に対する反論をできる限りやって、で、その次です、我々が9月に出し切ったものに対して12月に、あるいはその次の期日に向けて、国側で協力をお願いしている専門家というのがいるのが、もうすでにいくつか相談しているのだというふうにおっしゃっていまして、その専門家の協力も経た上での反論を提出していくようにしたい。で、我々もあの出し切るのは次回なんですけど、東電の主張に対するこちらからのさらに再反論というのはその後も出し続けることになるんですが、まあ、そういうその署名に関しての今後の進行について、やり取りがなされました。そしてもう一つあの非常に重要なところ、裁判始まる前の裁判所前での集会で井戸団長の方からも説明があったと思いますけれども、同時に我々今総論主張という別に個別の原告さんに関する損害あるいは被爆の経緯とかに関する準備書面か個別準備書面というものを準備しています。で、今回ですね、原告2番さん先ほど音声を聞いていただい
ていただいた原告2番さんの準備書面、この準備書面というものを用意していて、この準備書面の用紙の陳述、我々があのパワポでプレゼンしているような位置づけのものなんですけども、この用紙の陳述を原告2さん本人から伝えてほしいということを裁判所に申し入れをしていました。でところが、まあ、事前に裁判所の方からそれはちょっと認められないという話が出ていましたので、この進行協議の期日において改めてその点について原告らからの申し入れをしました。でそうしたところ裁判所は、まあ、原告の声を直接聞く場面が必要だという認識はあって、違憲陳述はこれまでも何回かしてきたし、今後本人尋問というようなことも、まあ、あるだろうという話をした上で、準備書面の用紙の陳述というのは弁護士の方、その準備書面を作成した弁護士の方でやってほしいという話があったんですね。それに対して、いや原告本人が準備書面を説明することがなぜ認められないんだというやり取りをして、しかももともと原稿をこちらとしては用意をしている、その原稿を読み上げるのを弁護士がしようが原告本人がしようが裁判所に迷惑かからないじゃないかで、しかもそれであれば本人の声を直接聞いてもらうのがいいじゃないかというような話を、まあ、強く押し込めました。そうしたところ裁判所の方が事前にそういう文書、これを読み上げるんだという文書を提出いただいて、それが準備書面の要旨の陳述というものを超えていないというものであれば、本人に喋ってもらうことで確かに問題ないと。でただその事前にその書面を確認したいので、今日ではなく次の日にそういう場を設けてほしいということになりまして、こちらも分かりました、じゃあ次回やりましょうという話をしました。ただ出している書面自体はですね、損害を訴える書面なので、損害を訴える準備書面の範囲内なのか、本人が被害を訴えるメッセージがどういう関係にあるのかというのは若干謎かけみたいなところがあって、どういうふうにしていくのかというのはこれからちょっと工夫が必要になってきますけれども、そういう意味で次回2番さんの法廷で自らの声で、自分の損害に関する事務所面の要請をするということは実現できるのではないかという感触で審査会が終わりました。以上を報告いたします。この際に西根先生からご担当いただいた書面関連を少し簡単なコメントいただければと思います。すみません、続けてすみません。今回原告側からは21から24という事務所面4つをその事務所面4本を提出しました。そのうち22と23について簡単に説明したいと思います。22準備書面は田辺弁護士が中心に作成された準備書面ですけれども、アンスケア報告に対する批判というものが内容になっています。で、アンスケアの報告書の中で、このぐらいの被爆線量だったらって、その被爆線量の推計がそもそもおかしいんですけれども、このぐらいの被爆線量の推計だったら健康被害がもし生じていたとしても、それは識別可能性がないのだ、ロットディサーニブルなのだという表現がされているんですね。でそれはどういうことかというと、少ししか少しは健康被害が出るということを前提にしているんですけど、少ししか健康被害が出なかったら、もともと甲状腺がんの発生率みたいなものには地域的なばらつきがあったり、年によるばらつきがあったり、そういうばらつきの中に埋もれてしまうので識別できないのだみたいなことをアンスキアの報告書では書いてある。でその識別できないのだってメッセージを出すことによって、なんとなく被害発生してないのかなっていう雰囲気にさせるような、そういうメッセージをアンスキアは出してるんですけど、そういう識別可能性、統計的検出力をもとに識別可能性がないみたいな議論の立て方をしてはいけませんよっていうことが、疫学の教科書、歴史的にずっと前に書かれてた論文、それがどんどんもうすぐ教科書にまで、なっている一つのテーマとして、十分論じられているので、そのやってはいけませんよって疫学の世界で言われていることをこのアンスケアをやってるんですよというようなこととかを、指摘する準備書目、これが第2位。他にもアンスケアの報告の箇所のところを指摘していますけれども、そういう内容です。で、23準備書面は私の方で担当しました。で、東電の方はアンスケアというのは国際的な権威、まずそれがおかしいんですけど、その権威であるアンスケアの言っていることを前提に裁判所は判断すべきだということです。それはおかしいと我々は言っていて、科学の議論というのは実際には
学術誌の上で、論文が出され、人に対するレターという形で反論が出されているような形で展開されている。その学術的な議論を裁判所もきちんと抑えて、エビデンスがちゃんとあるのかというようなことを見て判断するということで、エンバイロメンタルヘルスという国際的な学術市場で今出されている議論を紹介します。この議論というのは、津田先生、岡山大学の津田先生がエンバイロメンタルヘルスというところに論文を2022年に出されています。先生、我々も普段からすごくお世話になっているんですけど、今もこの甲状腺がんの裁判の問題や甲状腺がんの健康被害の問題に関して、そういう査読誌にどんどん論文を発表されて精力的な活動をされているすごい先生なんですけど、このエンバイロメンタルヘルス上の議論のすごいところは、この津田先生が書いた論文に対して津田先生が批判した IARC の報告書が専門家グループのリーダー出身であるとか、三味線コンソーシアムというそのヨーロッパの組織の、まあ、人になっているフレロという人が直接反論のレターを書いたんです。で、そうやってそこの学術市場で議論が成立したのに対し、さらに津田先生が反論しているだけじゃなくて、カナダの医学の研究者であるコリン・ソスコルネさんという方が、津田の言っていることは正しい、で彼らのむしろフレロラとかの言っていることはおかしいのだということで、同じようなスタンスから反論の追加コメントというものを出してくるということです。アイネス政策における疫学のための国際ネットワーク、これ日本疫学会とかも加入している組織で、疫学が誤用されている、こう利益相反なんかによって、誤用されているということを提唱する、その組織のポジションステートメントを筆頭著者になっているコリンさんという方が、非常に津田先生の主張を評価して、まあ、さらに自分の意見も加えて、反論をしている。でいずれもその元々の三味線の論文とかは撤回してきたというようなすごく強いメッセージを出しているんだけれども、それに対する再反論がないと、学術上の議論というのはそういう状況なんですよということを紹介して、裁判所はきちんとこれを見てください、アンスケアが権威だとかじゃなくて今こういう議論が本当に行われているんだということを知ってくださいということを報告しました。以上が23条目の内容の報告です。はい、はい、私の方からはちょっといろいろ話したいことあるんだけど、2分程度っていう、ちょっといろいろ話したら巻きになってしまいますけど、簡単なご説明させていただきます。あれですから、今日としては2分で前切られちゃうと思うんで、そうですね、私の場合は21、23、4ですか、の書面の説明なんですけども、いずれもアンスケアのことに関する批判が中心です。というのは、当然の主張というのは全てアンスケアの報告書に基づいて、主張してきているものですから、こちらの反論はそのアンスケアの言っていることはおかしいんだということの主張になるわけなんですね。で、21は井戸団長が中心に、主に書かれたもので、今日は法廷では特にその中で、当然の方が言っている、今現在発見されている甲状腺がんというのは、全部潜在がんといって、死ぬまで全然何の悪さもしないがんなんだと、ほっとけばいいんだという、そういうがんをただ検査によって見つけてしまったから仕方なく手術しちゃったんだっていう感じの主張になっています。それは井戸さんの方で、言われたのは、実際に手術している症例っていうのは、手術の今の基準に基づく、一般の基準に基づいても当然に手術するようなものであって、ほっとけるようなものではないんだと、そういうものを潜在がんというのはおかしいじゃないかということを述べております。それから、24は青木さんの方でお書きになったもので、これは被爆線量に関するものなんですけども、アンスケアはこの被爆線量を推定するにあたって、寺田さんの書かれたの、あ、寺田さんのグループが書かれた、正式に言うと、寺田論文というのが出てまして、これに基づいてシミュレーションをして、一定の被曝量を推定する形になっているんですけども、
このシミュレーション自体って非常に不確定要素が多いもので、いろんな他にもいろんなシミュレーションをした方がおられるのかかわらず、このテラド論文だけをテラド論文だけを採用して一番低い値を出しているのはやっぱおかしいじゃないですかっていうことで反論を書いたものです。なんかこれで終わりになりますので、分かったか分かんないか分からないので、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ではですね、今回は陳述しなかったというその原告さんに関する準備書面ですね。でこちらは原告それぞれには担当の弁護士が何名かついておりまして、こう一緒に考えて作ってきているみたいな側面もございます。で今回の、次回ですね、弁護団がこれまでも裁判所と何度もこう交渉を重ねて、今日の進行協議で蔡年弁護士が話してくれたように、次回ならというぐらいのところまで来ているというところなんですが、やっぱりこう直接声を届ける、さっき皆さん聞いていただいて、あれはやっぱ聞く前と聞く後だとちょっとまた思うところが違うんじゃないかなと、やっぱりよりこれは何とかしなきゃいけない問題なんじゃないかなというのが伝わると思うんですね。でそのことをするために、泣く泣くでも話せるなら次回やるぞということで、次回になったということなんですが、そこに関わっておられる弁護士として柳原弁護士が座っていらっしゃいますので、少しその担当弁護士としてですね、今日のメッセージを聞いた、感想でも構いません、簡単なコメントいただければなと思います。よろしくお願いします。どうもこんにちは。今終わったんで、もう斉藤さんがなんか感想でもいいからちょっと喋って時間2分使ってよって言ったんですけど、聞きます。二番さんとはですね、4年前に初対面でお会いした時には本当にこう私たちの顔を見たくないというか、見たくないのは当然なんですけど、年寄りなんですけど、もうなんか顔を忘れるみたいな感じで、ものすごく閉じて、あったんですが、裁判をいざ、原告になってしまって、ね、よかったんですよ、感じは。2年前の5月にやられてて、で、なんかどういう、周り合わせで、私がそのチームの担当の一人に刺されちゃって、やったんですが、で、その時の映像を、音声を皆さんも第1回目の時に流したり聞いたことがあると思うんですけど、実は法廷で、その喋ったなりと、その前日にやった内容でやっぱりかなり違ったんですよね。で当日はもうなんかもう本当に裁判官ですね、耳元まで声を届けるっていうか、私がその経験したことを本当に聞いてもらいたいっていうか、私はもう一生に一回しかない裁判かもしれないけど、あなたに届けたいっていうことをもうなんかこう振り絞ってですね、喋って、その時の裁判長は、1回しかやらないかもしれないってことで、現地に実は、こんなことで時間使ってること、暇はないみたいな感じの、官僚的な方だったんだけども、その彼女の話聞いて、なんか、声が震えちゃったみたいで、また続きをやることに心がれちゃったんですね。で、私は学生時代に実は、学校は1週間ぐらいしか行かなくて、あとは裁判所にずっと通ってたんですが、その時にちょっと今でも覚えてるんですけども、生活保護の不正受給事件とか、こういう裏方さんみたいなのを知ったのがある、その本人尋問で本人が証人したのをですね、傍聴した人が喋ってて、その彼が本人が証拠的にお金がなくて眼鏡が買えなかったのと、で自分はそのために後ろの席にいて先生が帰って黒板の字が見えなくて、全然何やってるか分からなくて、結局勉強もついていなくてそのまま卒業になってしまいましたと、教えてくれてですね、これを語ることが本当にこの裁判の核心を語ってるなっていうのは、音調査の話を聞いて、まず心に残っているのが、それぐらいですね、やっぱり裁判って、伝えるものというのは、決して理屈も必要だけども、理屈は第一じゃないんです。経験なんです、体験なんです、苦しみなんです。
理不尽なんて言葉じゃなくて理不尽のその思いをちゃんと伝えて裁判官が受け止めることがもう裁判のエッセンスなので、それをその第1回目の時にですね、彼女は本当にその準備の時に後から聞いたんですけど、毎日泣きながら文章を書いたっていうことを後から教えられて、あ、本当にそうだったんだなと後から思ったんですけども、その思いをですね全部ぶつけて裁判所に、ところがその担当者裁判官は交代していなくなっちゃったんですよね。本当になんか嫌らしいんですけど、裁判所に、まあそれはちょっといろいろわけあって、それで今度の方は知らないんですよ、その2番さんに。全然単なる書面だけしか見てないから、もうこれではやっぱり本当に裁判の命が伝わらないなってことで、なんとかというのを言いました。まあそれで今回ですね、やったんですが、まあ、今音声を流したのを聞いてもらって、私も聞いてて、この彼女は1回目の時のですね、検診室で実はその羽化したっていうか、人間が変わったんですね。自分がなんか生まれ変わったところがあって、もう理不尽に屈しないことをですね、なんか自分が身をもってあの裁判所の前に立って喋ったことを通じて、なんか自分が自分の背中を押したみたいなところがあって、それが今回のですね、あの 前日のこの音声の中にもですね、何かその静かだけれども本当に自信を持ってですね、自分のメッセージを伝えているのを聞いて、こういうふうにしてその原告の皆さんが少しずつ変わっていく、それがその弁護団や支援者の人たちの気持ちを動かすだけなくて、裁判所も動かして、最後はそれが本当の力になって、正しい理屈をですね、裁判所が選んで結論を出すんだと思うので、こういうですね、原告さん自身の生のですね、声を本当にこれからも大事にしていきたいと思っています。感想でした。はい、ありがとうございました。今記者会見に行っていた弁護団の弁護士が到着しましたので、皆さんはありがとうございます。後ろに一旦下がっていただいて交代ということでお願いします。聞いてもらう、やっぱり弁護団もこれがすごく大事だと思って、今回まあ、次回でもいいから直接届けたいということで、まあ、泣く泣く次回に行ったということがあって、やっぱりこの裁判官、さっきの声録音でも皆さんいろいろ思うところありましたよね。これが多分直接で、裁判官は顔を正面で見ながら聞くわけですから、その感情がすごく伝わると思うんですよ。でその機会を作ることっていうのはすごく大事だと思うので、まあ、今回は認められそうだというだけど、そうだなので決定ではないので、皆さんですね、ぜひこの状況をしっかり見守っていただいて、もしこれで裁判官がやっぱりダメだとか言い出した時にはですね、一緒にそれはおかしいんだと声を上げていただきたいなと思うところです。では記者会見組 の弁護士が到着しましたので、ちょっと押してるみたいですので、2分程度でコメントいただければなと思いますので、では田辺弁護士からそしたらお願いします。あ、どうも、今日も熱心に傍聴していただいてありがとうございました。私の書面24ページぐらいあってるから、内容的には専門的に見えるんだけど、実はその専門性が一番問題で、アンスケアの報告書が実は科学文書とは言えないぐらい専門的な用語を間違ってるとか、専門的な枠組み判断を間違ってるということをテーマにしました。アンスケアが被爆線量の推定から、現在見つかっているたくさんの子どもたちのがんは、まあ、被爆起因ではない、被爆が原因でないんだということを判断してるんですが、これが実は一見もっともらしいように僕も騙されました。分かんなかったんだけど、疫学の教科書に照らしてみるとこれが違うってことがはっきり、今回指摘できたかなというふうに思っています。もともと の推定された被爆量から出てきた結果を、推し量るっていうのは実は疫学ではやらないことなんですね。このことを一つ、皆さんに覚えておいていただければかなというふうに思ってます。あともう一つは、国連の科学委員会と言いながら、使われている用語、しかもキーワードの中にいくつも本来の医学者だったり本来統計学者であれば使わないような言葉の誤用がいっぱいあるんですよ。でしかもそれが、ところどころ細かいところを言うだけじゃなくって、そういう問題じゃなくって、彼らが例えば統計的に有意差がないとか識別可能でないとか、これ統計学的な用語としてはまずその
使ってはいけないっていうふうに統計学の世界では20年代言われている、まあ、そういう用語を平然と使ったり、あともう一つ今日事務所に書けなかったんだけど、詳しいからここで言いますけど、識別可能性についていろいろ書いてるんですよね。だけど識別可能性っていうのは、あの彼らはこれは、分からなかったはずだっていう意味でどうも使ってるらしいんですけれども、要するに検出力の問題なるらしいんですが、ちょっと調べてみたら誰でも分かります。あの統計学用語で識別可能性って、引いてもらうと、あのググった結果は全く別の論点なんですよ。だから、なんでこんな言葉使ったのっていうのが全く分かりません。で、あともう一つはあの例の、過剰診断の根拠になっているあの超高感度な検査機器というところですけども、これもあの医学の検査用語であれば、そこは、超高感度じゃなくて、低感度な検査機器っていうことになるんですよね。低得意ということもあって、まあ、あの違和感、本当にこう水ありなあの文章になっているということを今日裁判所に伝えました、まあ、あのそういうことなので、すごく僕はこの裁判を始めるときにあの怖いなと思っていたのはやっぱアンスケン報告書だったんだけど、なんか、ね、幽霊屋敷と幽霊かと思ったら実は枯れ尾花だ、そういうお持ち。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ではもう一人ですね、あの本日プレゼンいただいた青木弁護士にもお話いただきたいと思います。お願いします。はい、私はあのアンスケア報告書が、まあ、2つの点からまあ、出来上がっているというその2つの点について、信頼性がないというようなことを申し上げました。一つはアンスケア報告書は寺田論文というものに依拠して、出来上がっているわけですけれども、寺田論文において、大気中濃度の推定に活用した ATDM というそういうシミュレーションがあるんですけど、そのシミュレーションは、まあ、いくつもあって、こういうものがいいというようなそういうものは未だない状態で、なおかつそのシミュレーションを使った福島原発事故 その放射線量で、それの結果が、まあ、いくつも出てるわけですけれども、もうバラバラで一致していないという、そういう状況にある中で、なぜ寺田論文だけを使うかということについてちゃんとした説明もなく使ってますねということで、そのことが一つと、もう一つはそのバルク沈着素という名前があるんですけれども、その大気中濃度っていうのは、まあ、地表に、降っている放射性物質をあのその沈着速度で割ると大気中の濃度が出るというそういう計算式があるんですけれども、その計算式を用いる中でそのバルク沈着速度というのを使っていて、本来その、乾いた状態で、まあ、沈着する場合と雨が降っていて沈着する場合というのは、まあ、2つ違うので、それをバラバラにそれぞれについて、やらなくてはいけないのに、包括したバルク沈着速度というのを使って、その結果ですけれども、例えば数百ミリ、パーセコンド、1秒間に数百ミリパパパッとこう落ちてくるようなそういう想定をしてても不思議はないんだということを言ってたけども、一方で、あの柏崎刈羽というところで使っているのは12ミリパーセコンドで、もう何十倍も違うようなことを それが正当だと言っていて、その結果すごい過小評価をしてますねという、そういうことを申し上げました。はい、時間です。スムーズな進行にご協力いただきましてここでですね、まず今準備書面の説明ありましたが、今日法廷で聞いた方、こちらで聞いた方いらっしゃると思いますけれども、難しい内容を大変分かりやすく噛み砕いて説明はしておるんですが、そうは言っても難しいみたいなところがあると思いますから、何回か聞くことも大事かなと思います。おそらく YouTube でこれまでのものも含めて説明のところが出ているものがございますので、非常にこう大事な話ですが、やっぱりやや難しいという問題ではありますので、ぜひですね2回3回と見ていただいて、それを周りの人に皆さんが口頭で説明をしていくぐらいになってくると、この問題はさらに広がっていくなと思いますので、その点でもご協力をよろしくお願いします。ではここでですね、北村弁護士から原告に関することで一つ大事なお知らせがございますので、お願いできればと思います。
弁護士の北村です。皆さん今日も集まってくださってありがとうございます。と私から報告は原告が1人、訴えを取り下げたということをご報告いたします。原告4番さんなんですけれども、取り下げの理由に関しては一審上の都合になりますので、これ以上詳細は申し上げられません。ただ原告4番さんとしては引き続きこの裁判を、この裁判とその原告を応援しているということと、あとは支援者の皆様に本当に感謝して心から感謝してますということを、くれぐれもお伝えくださいということは、ことづかっております。私からの報告は以上です。あと裁判について一言だけちょっと述べてもいいですか。もちろんです。すぐなので今日の期日に関して私が真っ先に言いたいのは皆さん本当にありがとうございます。皆さんのおかげで、原告本人の要旨説明が認められたと私は思ってます。これ別に皆さん要旨をしているわけではなくてですね、要旨陳述を最初裁判所が認めないというのを電話でやり取りしてたんですね、裁判官と。でその不当なことを言うんだったら法廷で説明してください。申告協議で、意見言ってくれって言われたので、申告協議じゃなくて公開の法廷で質問するからそこでちゃんと理由を説明してくださいというふうに言ったんですよ。で今日実際申告協議の場で裁判官が、原告の要旨陳述はいろいろ条件はつきましたけど、認めるような方向が出されたと。でその後にちょこっと言ったのが弁論でも意見があれば言ってくださいと言ってたんですよね。やっぱり口頭弁論、公開の法廷での、支援者の皆さんがどういうふうに見てるかっていうのをすごく気にしてるんだなと思いました。なので皆さんの念力が通じてですね、それで裁判官が私も今回の期日の前に裁判所の前で皆さんこうパワーを送ってくださいみたいな話をしたんですけれども、まさにそれが一つ実を結んだ結果なのかなと思います。北村弁護士ありがとうございました。で最後に弁護団長の井戸弁護士からこの裁判に関する最後 この締めのコメントをいただければなと思います。お願いします。今日も熱いご支援ありがとうございました。事前のですね地裁前の集会の時に今日は進行協議で、裁判所と交渉すると、で原告本人による要旨説明が認められればよしと、認められなかったら弁論の冒頭で異議を言うと、意見を言うというふうに申し上げたんですよね。ところが皆さん来ていただいて裁判始まったら、原告本人の要旨説明はしないし、僕は意見も異議も何も言わないし、一体どうなってるんやと、あいつは嘘を言うたんちゃうかというふうに思われてるんじゃないかとちょっと胸が痛かったんですけど、それで私の21の有意説明の冒頭に原告の個別準備処分については、今回陳述留保ということになったのでという一言を付け加えたんですけど、あれはその弁解だったんです、はい、ということでご理解いただきたいと思いますが、まだはっきりと、認めるとは言ってないけれども、言い方からすれば一応その裁判所の要請を満たせば、次回以降認めるというふうにもう事実上言ったのと同じだというふうに理解してますので、次回以降ですね、一人一人一人、もちろん原告本人の意思にもよりますけど、原告本人が準備書面の要旨陳述をするという道が開けたということは、今回の大きな成果だったんじゃないかなというふうに思います。それで、裁判全体の進行としては、次回期日に原告側の基本的な主張を出し尽くすということをもう裁判所と約束してまして、今回準備書面4本でしたけど、次回はですね、まだはっきりしませんけど、おそらく9本、準備書面9本ぐらいにはなると思います。で要旨説明の時間は30分ではとても足りないので1時間くれという要求したんですが、ケチくさく10分だけねぎられまして一応50分ということになりましたので受け入れたんですけれども、だから次回は50分使って、準備書面の要旨説明をして、基本的なこちらの主張は終わるということになります。で東電が12月と3月の期日で反論をするという予定になってまして、裁判所としてはできれば可能なら来年の6月の期日に証人尋問の予定を決めれるような、そういうスケジュール感で考えたいというふうに言ってました。
まあ、そうなるとですね、もういよいよもう尋問ということになると裁判ももう中盤から終盤ということになってくるので、判決の時期も見通せるということになります。我々の方も証人尋問としてどういう専門家の方にお伺いするかとか、そういうことをもう具体的に検討しなければいけないわけですけれども、まあ、先が見えてきたというところですので、引き続きですね、まずいご支援と、それから、やはりこの裁判のことを、やはりメディアが報道しない、そして、やっぱほとんどの人が知らないという実情はやっぱり変わってないと思いますので、まあ、我々もそうですけども、まあ、皆様方もいろんな方法を使ってですね、この裁判のことを広げていただいて、こういう重要な裁判が現に行われていて、で被害に遭った若者たちを救わなければいけないんだという、そういうまあ社会的な世論をですね、ちょっとでも広げて大きくしていっていただけるように、お願いしたいというふうに思います。以上、私からの。はい、ありがとうございました。では最後にちょっとだけ私から今話があったようにですね、次回準備書面9本っていう、まあ、9つ、ね、結構な量が出ます。でしかも今回認められずに次回になるであろう原告の、説明ですね、原告が直接話すっていう場面も次回ということになると、次回はですねかなりこう法廷で行うことが充実した、これまで以上に充実したものになると思います。なのでもし皆さんがですね、周りの方をお誘いいただくなら、次回がとてもチャンスだと思います。本日はですね、傍聴で並んだ方が190何名ぐらいいる、さっき説明あったかもしれませんが、もうすぐ200だなと思うんですね。ぜひ皆さんのお力をお借りして、こう200という大台に乗せたいなと思っておりますので、それをお願いしたいなというのが一つと、今日はですね、もう一つ、今日も皆さん見ると、風船にもあるように緑のカラーを身につけてくださった方が多くてですね、私は申し訳ないですが暑かったのでちょっとネクタイはつけなかったんですけれども、ちゃんと靴下はですね緑の靴下は見えませんが、気持ちは緑だっていうことで靴下緑にしてあります。皆さんもきっとちょっと暑いので身につけるものが少なくなって緑前回ちょっと減ったかなという気がするんですけれども、次回ですね見えないところでも構いません、緑のものを身につけていただいて気持ちを一緒に戦っていけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。ではこれでマイクを